次に増田義則議員の質問を許可します。増田議員。皆さんおはようございます。質問の機会をいただきありがとうございます。私も今年度監査員を拝命しておりますけれども、私はいつも通りの質問をさせていただきますので、どうかよろしくお願いいたしたいと思います。それでは早速ですが、通告に従いまして質問をさせていただきます。まず最初に保育所待機児童解消策についてお伺いをいたします。全国の保育所待機児童数は今年の4月現在で26,275人となっており、過去最大となっています。この数字は年々増加しており、子育て世代の方やこれから子どもを持ちたいと思っている人などにも大きな影響を与えています。この原因としてはリーマンショック以降の景気の悪化により働きに出る母親が増えたことや、女性の社会進出が進み仕事に生きがいを生み出している人が増えたこと、またシングルマザーが増えたことも要因の一つかもしれません。理由はともかく、この保育所待機児童の解消は行政にとって喫緊の課題である、そのことは間違いありません。この問題については私も数回質問をいたしましたし、また他の議員さんからもさまざまな場面で取り上げられておりますけれども、ご答弁はいつも子ども育成計画や保育ビジョンに基づき対策を進めていく、範をしたような回答でございました。本市の待機児童数は4月に当初32人おり、この数字は昨年度より減少したとのことでありますけれども、5月1日時点では昨年度より増加し134人になっているというふうにお聞きをしています。毎年必要な対策を取ってこられたことは認識しておりますけれども、今までよりもさらにスピードアップが求められており重要な課題であるというふうに思っています。そこで再確認の意味も含めて、この待機児童対策について市としてどのように捉え、来年度を見越してどのような対策をしておられるのかお伺いをしたいというふうに思います。次に枚方子ども生き生き広場事業について伺います。学校完全週5日制によって生み出される児童のゆとり時間を生かした本市独自の取り組みとして、平成14年度から市内の全45小学校でふれあいフリースクエア事業が実施されてきましたが、校区によって活動への温度差やボランティア協力者の不足などの課題から事業の見直しが行われ、昨年度から新たな枚方子ども生き生き広場事業として実施をされています。この事業の開始にあたり、今までふれあいフリースクエア事業でボランティア協力者としてご尽力いただいた方々に何らかの感謝の気持ちを表すべきとお願いしたところ、多くの皆様を表彰していただいた、ありがたく思っております。さて本筋の質問に戻りますけれども、これまでのふれあいフリースクエア事業から枚方子ども生き生き広場事業に変わったことで、事業の実施状況や児童の参加状況がどのように変化をしたのかお聞きをしたいと思います。続いてサプリ村の NPO センターについてお聞きをします。サプリ村野は平成13年9月から市役所分館として市民活動の情報提供支援施設として、枚方 NPO センターや図書館村野分室、ボランティアグループによるリサイクル工房などが暫定利用をしてきました。この度サプリ村野を改修し、新たに NPO その他の市民団体の活動の場を提供する場として、平成25年4月にサプリ村の NPO センターとしてリニューアルオープンするとお聞きをいたしました。先日の本会議初日に広瀬議員からこのサプリ村の NPO センターの位置づけや機能についての質問がありましたけれども、
私からは今後の有効利用の観点から質問をさせていただきます。そこでこれまで NPO センターの登録団体が活動拠点として使用されていた貸し室の利用実績をお聞かせください。次に野良猫対策についてお伺いします。市民の皆さんから市に対するさまざまな要望や苦情をよくお聞きをします。中にはゴミ集積場のカラスやハトの問題、最近は野良猫を何とかしてほしいというお声をよくお聞きをします。この野良猫の現状を市として把握をされているのでしょうか。また逆に近年は野良犬をあまり見かけなくなりました。何か特別な対策を行ってこられたのかお聞きをしたいというふうに思います。次に先ほど前田議員からも質問がございましたが、都市計画道路御殿山小倉線についてお伺いをします。御殿山小倉線につきましては、これまでも議会で何度か質問し、周辺地域の通過交通対策や防災拠点へのアクセスとなる幹線道路であり、地域の皆様が長年待ち望んでおられることから早期の整備を要望してまいりました。ようやく本年2月に都市計画変更の告示が行われ、懸案であった住宅区域の問題や地形的な課題が解決し、いよいよ道路整備に向けて事業が実施されていくものと期待をしております。そこで現在の御殿山小倉線の進捗状況についてお伺いをします。最後に式典時における議員の紹介のあり方について伺います。先ほど前田議員からもありましたが、本市は今年市制施行65周年を迎えることから、11月には記念式典が予定されています。他にも本市では毎年度敬老の集いや追悼式、成人祭など各種の式典が開催をされています。私も議員としてこのような式典に出席させていただくことも多いのですけれども、議員の紹介に多くの時間が費やされることに違和感を覚えています。このことは私たち議員同士が議論すべきことなのかもしれませんが、本市として式典におけるこういった議員の紹介を含めた取り扱いについて何らかの基準が定められているのでしょうか、お聞かせいただきたいというふうに思います。これで1回目の質問を終わります。水野子ども青少年部長。はい。1、保育所待機児童解消策についてお答えをいたします。保育所の待機児童解消策につきましては、平成22年3月に策定をいたしました枚方市新子ども育成計画後期計画に基づき、認可保育所の定員増を基本に民間保育所の増改築や公立保育所の民営化、分園などの手法により、年度当初の待機児童ゼロを目指しているところでございます。待機児童が発生いたしました平成21年度から合計310人の定員増を行っており、さらに現在計画を前倒しし、民間保育所3園の増改築により今年度中に80人の定員増を図るべく取り組みを進めているところでございます。引き続き今後の保育需要を見極め、必要に応じて定員増の検討など待機児童解消に向けた取り組みを進めてまいります。続きまして、2、枚方子ども生き生き広場事業についてお答えをいたします。ふれあいフリースクエア事業の実施状況でございますが、平成21年度の全小学校での実施日数は2160日、参加児童の延べ人数は7万104人でございました。平成22年度につきましては、平成23年度以降の地域の特性を生かした事業展開を踏まえまして、年間の実施日数を48日という固定性から12日以上48日までと柔軟にしたことから、実施日数は1673日、参加児童の延べ人数は6万236人となりました。また平成23年度から開始をいたしました枚方子ども行き来広場事業では、
これまで市が活動回数等を定めてまいりました地域への委託事業からさらに地域の主体的な取り組みを支援する補助事業に変更をいたしました。変更後は実施日数が1545日、参加児童の延べ人数は49,150人と減少はしておりますが、おおむね月3回程度さまざまな工夫を凝らし地域の実情に合わせ実施していただいているものと考えております。佐藤市民安全部長。はい。サプリ村の NPO センターについて、NPO センター内の貸し室の利用実績についてお答えをいたします。貸し室につきましては、NPO センターに登録をされている約220の団体が随時利用されております。この5部屋の貸し室を開館日数と利用区分から算出をいたしました利用実績といたしましては、平成21年度が 52%、 平成22年度は 53% でございます。西口環境保全部長。はい。4、野良猫対策についてお答えいたします。まず野良犬に関してでございますが、野良犬に関しましては従来より保健所が狂犬病予防法に基づきまして捕獲等を行っており、減少傾向にあります。さらに近年は飼い主のモラルが向上してきたことなどの理由により、全国的に捕獲頭数が減少しており、府内では平成3年度は5376頭でしたが、平成23年度は295頭まで減少しております。一方、野良猫につきましては特に規制する法令等がなく、餌を与えることで猫が集まり、近隣住民からの糞尿被害等による苦情が本市にも寄せられており、その都度適切に対応しているところでございます。池水土木部長。はい。5、都市計画道路御殿山小倉線の進捗状況についてお答えいたします。都市計画道路御殿山小倉線につきましては、本年2月に渚東町地区から小倉町までの区間で道路線形を変更する都市計画変更を行いました。現在この都市計画変更後の道路線形をもとにして用地買収を行うための用地測量や具体的な道路構造等を検討するための詳細設計を進めており、現地調査の実施について地域の自治会などと協議を行っているところでございます。今後も早期に道路整備ができるように事業を進めてまいります。長澤総務部長。次に式典時におけます議員の紹介のあり方についてお答えいたします。式典運営にあたりまして、統一的なマニュアルは特に定めてはおりません。各式典の意義や目的を勘案いたしまして、各所管が独自の工夫を凝らしているといったのが実態でございます。例えば、市政施工機能式典におきましては、議員の紹介にあたりましては、お一人ずつのお名前を呼び、その場で立ち上がって一礼をいただいております。また、追悼式では、一人ずつのお名前をお呼びし、壇上に上がっていただいて献花をしていただいておるという状況でございます。このようにいずれも来賓としてのご出席をいただきにあたりまして、式典内容に沿った異なる対応となっておるのが状態でございます。増田議員。それぞれにご答弁をいただきありがとうございました。それではいくつかの質問と要望をさせていただきます。まず保育所待機児童解消策について再度質問をさせていただきます。ご答弁で市の考え方やこれまでの対応については、3年間で310人の定員増をしているということでございますし、一定の理解をいたしました。しかしながら市民の皆様の要望に応えきれてない、このこともまた事実でございます。待機児童の問題の解決にはハード面とソフト面の両面からの対応が必要であるというふうに考えています。まずハード面に関しては、これまでの計画に沿って定員増を進めていくには、実際のところ一定の時間を要することから、結果として長期的な取り組みとなってしまっています。待機児童対策については今後も
少子化が継続することが見込まれる一方で、定員増を指定にもかかわらず多くの待機児童が発生しているといった相反する状況の中で、現状の組織や枠組みにとらわれることなく柔軟に対応していく必要があるというふうに考えています。具体的には、新たに箱物を作るのではなく、現存する市が保有する公共施設を活用し、必要になる人だけを配置することや、さらに民間の力を活用することによって効率よくこの喫緊の課題に対応していくべきだというふうに思いますけれども、市の見解をお伺いします。水野子ども青少年部長。本市では待機児童の解消に向けた緊急対応策といたしまして、平成23年4月には教育委員会の協力を得、高齢幼稚園の余裕教室を活用した私立金谷保育所分園を開設いたしました。今後は新たな待機児童解消の方策といたしまして、公立幼稚園の再配置による施設の有効活用について効率性も踏まえ検討を進めてまいりたいと考えております。松田議員。はい、ただいまご答弁いただきました高齢幼稚園を活用した金谷保育所の分院については画期的なことだというふうに評価をしています。また公立幼稚園の再配置による施設の有効活用についてはお答えがありましたけれども、それが実現するのは実際のところ平成27年度以降になるというふうに思われますので、これでは間に合いません。市内には両親の就労などの理由から一日中保育所に預けなければならない、そういった保護者のほかに終日ではなく一時的に子どもを預けたい、また半日だけ預けたいといったようなニーズも多いというふうに聞いています。そうした保護者のために本市ではファミリーサポートセンター事業を実施しており、こうした取り組みを進めることで子育て支援の充実が図れるとともに、待機児童解消にも期待が持てるというふうにも考えています。そうした観点からファミリーサポートセンター事業の利用状況並びに今後の利用者拡大に向けての考え方、さらに他市でも待機児童対策として検討されている保育ママといったソフト面における取り組みについて伺いたいと思います。水野子ども青少年部長。はい、お答えいたします。ファミリーサポートセンター事業の利用状況でございますが、平成23年度の会員数は依頼会員1086人、提供会員254人、依頼提供の両会員145人の合計1485人となっており、前年度に比べ77人増加しております。また保育所等への送迎のほか、保護者の通院など子どもを連れて外出しにくい場合等にご利用いただいております援助活動のご利用件数も2678件と、前年度に比べ27件若干ではございますが増加をしております。今後も保護者の育児負担の軽減につながるよう、会員確保に向け事業のさらなる周知に取り組んでまいりたいと考えております。また保育ママ制度につきましては、待機児童解消策の一つであると認識しており、大阪市など先行されている他市の動向も踏まえ課題整理に努めてまいりたいと考えております。増田議員。ありがとうございました。こういったソフト面非常に重要だと思いますので、今後とも拡充をお願いしたいと思います。今まで述べてきましたように、待機児童の解消についてはその対策についてのスピードが重要です。本市を取り巻く難しい厳しい状況の中で、従来の枠にとらわれず抜本的な対応が必要というふうに考えますが、この待機児童解消、そういった対策の考え方について市長にお聞きしたいところでありますけれども、決意を副市長にお伺いしたいというふうに思います。奥野副市長。はい、本市におけます待機児童の実情につきましては、重く受け止めているところでございます。認可保育所の定員増を基本に現在計画を前倒しをし、80人の定員増を行っております。今後も増加している保育事業に対応するために、
今後小倉保育所など4カ所の民営化に合わせた定員増を着実に進めてまいりたいと考えております。さらに今国会におきまして今後の保育施策全般にかかる審議が行われている中で国の動向にも注視するとともに公立幼稚園の再配置される施設の有効活用など教育委員会とも精力的に協議をしながらさらなる方策の実施に向け検討をしてまいりたいと考えております。増田議員。ありがとうございました。待機児童の解消に向けてさまざまな取り組みをされていることは一定理解をいたしますが、子どもが保育所に入所できず働くことができない人がいるというこういった現実を真摯に受け止めて一刻も早くこの状況を解消していただきたいというふうに思います。そのためには先ほど申し上げましたようにハード面ソフト面を一体的に捉えて柔軟かつ迅速に対応していただきますよう要望とさせていただきます。次に枚方子ども生き生き広場事業について再度質問をさせていただきます。先ほどのご答弁では事業の実施日数や児童の参加人数がふれあいフリースクエア事業から枚方子ども生き生き広場事業に変わったことで大きく減少をしているようです。枚方子ども生き生き広場事業の実施団体の中には地域の団体だけでなく NPO で実施されているところもあるというふうに聞いています。実施団体が事業の目的に応じた取り組みが行われているのか、また市として各校区の実態を十分に把握をしているのかお尋ねをいたします。水野子ども青少年部長。はい、お答えいたします。枚方子ども生き広場事業につきましては各校区のこれまでの活動状況やボランティア体制など実情に即して地域の特色や多様性主体性を生かし児童健全育成活動に取り組むことができる柔軟な仕組みといたしました。実施団体につきましても校区コミュニティ協議会が推薦される団体を優先し推薦がない場合には公募により選考された団体にお願いをしております。平成23年度につきましては4校区において推薦が得られなかったことから公募で実施団体を選定をいたしました。実施団体は地域の団体と市民団体がそれぞれ2団体となっており、他の校区と同様にスポーツ、工作、音楽鑑賞など時代を担う子どもたちの生きる力を育む異年齢交流の場として様々な取り組みを行っていただいているところでございます。市といたしましては枚方子ども生き生き広場事業の実施に伴いアドバイザーを3名配置し毎週土曜日に各校区を巡回して取り組み状況を把握しております。また情報誌生き生き広場を発刊し各校区間の連携を図るとともに実施団体の相談指導や各小学校との緊急連絡連絡調整などのサポートも行っているところです。今後も引き続き校区代表者会議を開催するなど地域の意見も聞きながら事業が適切に実施できるよう努めてまいります。増田議員。はい、ありがとうございました。枚方子ども生き生き広場事業になって各地域での実施状況にばらつきはあるものの地域の実情や特色多様性を持って活動されているとのことです。ただこの事業は補助金事業でもあることからも事業を地域に丸投げすることなく各地域の取り組み状況を把握するとともに地域の負担とならないようにまた地域による子どもの不公平が起こらないように所管部署が変更されたばかりで大変だと思いますがきめ細かなサポートを行っていただくように要望をしておきます。続いてサプリ村の NPO センターについて再度質問をいたします。サプリ村野での貸し室の利用実績はおおむね 50% とのことでございました。このサプリ村野での貸し室を利用されていた団体はこの度の耐震化及びバリアフリー化工事の実施に伴い一時的に活動拠点を移しているというふうにお聞きしています。工事完了後はどうされるのか市としてまたこれまで各団体に対してどのような対応をされてきたのかお伺いしたいというふうに思います。北村政策企画部長。
サポリ村のを、まあ、これまで利用されていた団体の活動場所につきましては、それぞれの団体の今後の活動方針に沿った要望等をお聞きした上で、十分な協議、調整を行ってまいりました。そうした調整を経た上で、現在の活用計画を策定したということでございます。増田議員。はい、平成25年4月に新たなサプリ村の NPO センターとしてリニューアルオープンの予定というふうにお聞きをしておりますけれども、開設後の事業内容はどのようにお考えでしょうか。また NPO 団体が利用を希望した場合にその支援策はあるのか、せっかくの施設が空き室とならないようなならないための施策や PR はどのように考えておられるのかお聞きをします。佐藤市民安全部長。はい、サプリ村の NPO センターは市民活動の支援施設とすることから、 NPO や市民団体が一定期間活動拠点として利用できる長期利用室と、各団体が会議やサークル活動、研修会等を行える一時利用室を設けるなど、利用団体のニーズを踏まえた支援を図ってまいりたいと考えております。サプリ村野のリニューアル後は、これまでの利用団体をはじめ、より多くの市民の皆様に利用していただきたいと考えており、特定非営利活動法人、枚方市民活動支援センターを通じた PR や、広報枚方などの媒体も利用しながら、積極的な広報活動を進めてまいりたいと考えております。増田議員。サプリ村の NPO センターでは今後、有料の施設として運営していくというふうにお聞きをしています。ただこれまでは無料の施設でございました。有料とした場合の利用はどの程度を想定されているのか、またこれまで利用されていた団体が入居されるということになると、それなりの価格設定が必要だというふうに思いますが、どの程度の水準をお考えなのかお聞かせいただきたいと思います。佐藤市民安全部長。サプリ村の NPO センターは NPO 市民団体等の活動支援スペースとして活用してまいりますが、使用料や利用形態につきましては、市内公共施設の使用料やこれまでの利用形態などを勘案して設定を行い、多くの団体に利用していただけるより使いやすい施設とするため、9月議会において一部改正条例案を提出させていただき、可決いただいた後に、来年度のオープンに向けまして先行して長期利用室の募集を行うなど準備を進めてまいります。増田議員。はい、大変難しいと思いますけれども、当初の目的が達成できるようしっかりとした準備をお願いしたいというふうに思います。時間が迫っておりますけれども、若干仲間内から時間をいただきまして続けて質問をさせていただきます。続いて野良猫対策について再度お聞きをしたいと思います。野良猫については規制する法令がないため対応が難しいとのことです。しかしながら身勝手な餌やり等によって野良猫が増え、糞尿や鳴き声で市民が困っていることは事実でございます。苦情の都度対応しているということでございましたが、どのような対応されているのか、また野良猫を増やさないための対策は取っておられるのでしょうか、お聞きします。西口環境保全部長。はい、お答えします。市に寄せられている野良猫のに関する苦情の多くが、餌を与えている方に対して指導をしてほしいとの内容です。餌を与えている方が分かる場合は、速やかに餌を与えることで野良猫が集まり近隣住民に迷惑をかけていることや、飼い主責任を問われる場合があることなどを直接お会いをして説明をし、餌やりをやめていただくようお願いをしております。また大阪府の動物愛護畜産課において猫の引き取り業務を行っており、そちらを案内する場合もございますが、猫につきましては飼い猫か野良猫かの判別も困難であり、また引き取りは生後3ヶ月未満と思われる子猫に限られておりますことから、ケースによっては対応が困難な状況でございます。増田議員。TNR という言葉があるんですが、これはトラップ・ニューター・リターンまたはリリースということらしくて、日本語で言いますと、
捕獲をして不妊手術をして元に戻すという意味だそうです。猫は一般的に放し飼いにされてますし、野良犬のように、まあ、むやみに捕獲できない、そういった状況にあることから、野良猫に対して不妊手術を行って減らしていこうという地域のボランティアの方々がいらっしゃいます。枚方にも不妊手術への助成制度があるというふうにお聞きしておりますが、どのようなものでしょうか。西口環境保全部長。はい、お答えします。不妊手術の助成につきましては、本市では犬は平成11年度から猫は平成17年度より繁殖防止を目的に費用の一部の助成を行っております。助成額は犬が5000円、猫が3500円で、犬は200頭、猫は300匹までの先着順で申請を受け付けており、各年度とも早期に助成枠に達し終了しております。この制度につきましてはボランティアの方も利用されており、1人当たりの助成制限は設定しておりませんので、ボランティアの方が複数の野良猫の申請をされるケースもございます。不妊手術は野良猫対策に有効な手段の一つと考えておりますので、今後も助成制度を通じての支援啓発を行うとともに、より効果的な手法についても検討してまいります。増田議員。はい、昨今は愛病家というんですか、そういった方もいらっしゃって、地域猫という地域で一緒に共存していこうというようなこともあるようですけれども、中にはやはりアレルギーの方もいらっしゃいますし、そういった観点からもですね、今後こういった助成制度の拡大を、検討していただきますようにお願いしたいと思います。続いて都市計画道路御殿山小倉線について再度お伺いをしたいと思います。現在用地測量や詳細設計に着手しているとのことでございますが、今回の都市計画変更によって一部の住宅の立ち退きはなくなりましたが、道路に隣接する住宅があり、沿道地域となる多くの住民もおられます。このような沿道地域の皆様に対して十分配慮していただきたいというふうに考えておりますが、今後どのように対応されていくのかお聞きしたいと思います。池水土木部長。はい、地域の皆様への対応についてお答えさせていただきます。御殿山小倉線の都市計画変更にあたりましては、昨年9月の全体説明会をはじめ、沿道地域の自治会の皆様への説明会を地区ごとに開催してまいりました。また昨年12月には都市計画変更案の縦覧を行い、多くの意見書をいただきました。本年1月に開催されました枚方市都市計画審議会におきましては、それらの意見書の内容と本市の考え方を説明し、委員の皆様からも貴重なご意見をいただき、付帯意見が付され承認をいただいたものでございます。今後この付帯意見に基づきまして、道路整備の内容などについて適宜地域の皆様へ説明を行い、ご理解をいただきながら事業が早期に完成するように取り組んでまいります。増田議員。はい、今ご答弁の中にもありましたように、多くの意見書が出され、枚方市都市計画審議会においても付帯意見が出されました。詳細設計がなされる前に、関係者とまた地元の方々と十分話し合って理解を得た上で、早期の完成に向けてご努力いただけますようによろしくお願いしたいと思います。最後に式典時における議員の紹介のあり方についてです。私の住んでいる校区の入学式や卒業式では、以前は来賓一人一人を紹介しておりました。30人40人一人ずつ名前を読み上げておりましたけれども、今では自治会代表の皆様とか民生児童委員の皆様というように一つの括りにして一括しての紹介となっており、そのことに不都合は感じておりません。そもそも式典はそれに参加をされる方々に敬意を表すとともに、その方々が主人公であるというふうにも思っています。1回目の質問の折に申し上げましたように、このことは私たち議員が議員同士が考えるべき内容かもしれませんが、今後の式典の上にあたってご意向いただければと思いまして、要望とさせていただきます。それぞれにご答弁ありがとうございました。以上で私の質問を終わります。これにて増田義則議員の質問を終結します。